自分の演技ができれば優勝できると思うし代表に入れると思います、自分の演技に集中します、そう話した一昨年の世界チャンピオン亀山耕平です。さあ世界一のあん馬、まずは予選です。気持ちを沈めて息を吐いて、さああん馬に乗りました。ブスナリから来た、いいですね、はい、G 難度の技を決めてきました。セアトリちょっと乱れたか、いえ大丈夫です、はい、軽くコメルに足が当たっていますが、はい、旋回もスピードがあっていいですね、いいフロップ B コンバイン、ちょっと足が開いた、少し開きましたけどよく耐えましたね、はい、そして一周ロシアン、ちょっと旋回が速くなっていますが、はい、ここからしっかり立て直してほしいですね、はい、シュピンデル、はい、ウーゴニアン、ここは取りました、はい、そして折りまで持ってきました亀山です。少し乱れて、そうですね、危ないシーンもありましたね、はい、危ないシーンもありましたが、さすが世界チャンピオンですね、はい、なんとか耐えてくれましたね、うん、本人も危なかったという実感があるでしょうか、はい、まあ、本人が話していたのは今大事なことは少しの乱れで全体のペースを乱すのではなくて、はい、少しぐらい乱れても気にせず最後までやりきることをテーマにしているそうです、はい、今のあん馬が本当にその通りだったと思います、途中で乱れたシーンが何度かあったんですけども、はい、その後落ち着いて最後まで通し切ってくれたので、はい、本当にこういう演技っていうのが、633の団体決勝では大事な演技になってくるので、はい、こういう演技ができるっていうのは本当に亀山選手の強さだと思います、はい、セア倒立でちょっと停滞したところと旋回でちょっと足が開いたところ2度ほど危ないシーンがあったんですが、はい、最後まで持っていきました亀山です、はい、しかしこのブスナリは G 難度技で、はい、技1個で 0.7 点もらえる難しい技なんですが、はい、簡単に綺麗に決めてきますね。本当ですね、この技も、なかなかできる選手がいなかったんですけども、はい、ここ1年2年で急激に増えましたね。そうですね、はい、まあ、今や18歳カヤでも決めてくるというこのブスナリです。日本の体操は確実に層が厚くなっています、はい、そして決めてこのガッツポーズの亀山です、はい、昨日のアップで亀山選手、はい、手を突き指したというふうに、ああそうでしたか、はい、その突き指が少し気になってたんですけども、ええ、その影響は大丈夫そうですね、はい、あ今米田コーチともがっちりと握手を交わしました。